今日はあるものが届いたということで、あるものを持ってねカフェに行きますと。いやー、背中が痛いですね。完全になんかプライベートで背中を痛めてしまって、昨日ゴルフ半分でやめるぐらいには背中を痛めておりますと。だからね、上がらないんですよ。いくみさんだ。おはようございます。高校生もいる。おはようございます。今日はあれですね、撮影をしております。で、僕が注文してたものはこれですね。中はね、なんか撮影をしているので、ここでちょっと組み立てようかな。ルイさん来た。おはようございます。はい、僕が持ってきたものこちら、じゃん。これはね、もう分かる人は分かるでしょう。じゃーん、オリンピックのトーチ。これはね、カフェに置こうかなと思って持ってきました。で、これがこれのケースですね。ケースが届いたということでトーチを持ってきました。さあ、組み立てていきます。これをここに刺すというわけです。すごい、くないですか。すごいすごいすごい、すげえ、すごっ。本物ですよ。やばっ、すごすぎる。いてててて。あ、ちなみに敬語終わったよ。気まずい期間が終わった。気まずい期間ね、これだけだ。すごい、すごい。ちょっと落ち着いてよ。おはようございます。なんすか。遠方から来てんわ。ちょっと来い。来てよ。悪いね。あ、こちらグランドフェアチャル。これはこれだよね。あれとチャーゴン。グリーン。あ、こっちにも。ちょっと、はい。ありがとう。はい。はい。勢ぞろいしてるな。おじいちゃんに道を聞かれてました。そしてこちらが。オリンピックのトーチですね。かっこいい。オリンピック期間中はこれをね、カフェに置いておこうかなと思います。見たい人はぜひ見に来てください。で、今日はね、何の撮影をしているかというと、熱い。あ、はい、お願いします。 T シャツの宣材写真を撮り直しております。こんな感じで作業をしておりますと。お待たせしました。アールブレンド、水出しです。ありがとうございます。あー、決まる。決まりますね、朝からコーヒーは。決まるよな。朝はコーヒーだろって話ですよね。久しぶりに商品の紹介をちょっとしておこうかな。ここにこんな感じで置いてありますと。これボトルですね。青と白がありますと。で、マグカップがありますと。これも青と白で、ドリップバッグがあると。で、豆が置いてあると。誰かのスマホも置いてあると。メニュー表ありますか。こちらが現在のメニュー表。ブラックカプチーノ、アイスラテ、ゲイシャ、抹茶ラテ、ほうじ茶ラテ。今何これ。梅ソーダ。梅ソーダなんだ。今梅ソーダです。いろいろ入れ替わるジュースですね。で、ケーキ。はい、ピスタチオ、ショコラオランジュ、柚子ほうじ茶、練乳いちごで、今ティラミスも食べれるよと。からのワッフルも食べれるよと。これがお菓子ですね。で、あれあれ、はい、はい、ん、なにこれ、見てください。出ちゃった。あれ、なにこれ、出ちゃった。なんすかこれ。ファーストアニバーサリー記念セット。おお、ボーサバでー。東海の寮の個人チャンネル、ブラボー寮のボーサバでーチャンネルへようこそ。あるコーヒースタンド店長のルイです。はい、ということで本題に入ります。あるコーヒースタンド1周年、っていう動画を今日は撮りに来ていただくですね。先ほどもうちらっと出したので、そちらから紹介いたしましょうか。あるコーヒースタンド1周年ということで作りました。じゃーん、
1周年記念セット作っちゃいました。これもう箱からねめちゃくちゃおしゃれにできました。紹介していきましょう。まあ開けるとですね、はい、こうなっております。1周年ですよっていうカードがあって、でこちらこれは何ですか。カフェオレベースですね。カフェオレベース、ルイさんが作ってくれました。やっぱ敬語が抜けないなルイさんって呼んじゃうカフェオレベース、これと牛乳を混ぜてカフェオレが作れるよっていうやつですね。でこれがじゃん、 R のグラスです。こんな感じで可愛くロゴが入っております。これだけじゃないんですよ。これだけじゃないっていうのは、このグラスには一つ仕掛けがあってですね、ちょっと牛乳と氷これ持ってきて作ってください。ほい、はい、じゃあ実際にカフェオレベースを使ってカフェオレをリュウさんに作ってもらいましょう。ほい、このカフェオレベースは砂糖が入ってるんですけど、うん、そんなめちゃくちゃ入ってるわけじゃないんで、はいはい、まあ、お好みでなんですけど、まあ、1対1くらいがいいかなと僕は思ってます。お、牛乳を入れて、おお、そう、青くなるんですよ。しゃれてんな。しゃれてますね。このね、冷たい飲み物入れると R のロゴがこんな感じで青くなります。しゃれてるわ。これは可愛い。そしていただきますね。はい、どうぞ。うまい。豆は岡崎ブレンドですよね、うん、深入りの豆を使ってて、なんか甘くて飲みやすいんですけど、それのさらにコーヒーの深みもあるという、ちょっと贅沢なコーヒー牛乳みたいな感じかな。うん、コーヒーが苦手でもさすがに飲める。さすがに、さすがに飲める。いや、コーヒーって意外とみんな飲めるのに飲めないと思い込んできて多いからね、うん、これは特にさすがに飲める。さすがに飲める。これさすがに飲めます。なんか家でお風呂上がりとかにさ、うん、いい、絶対いい。銭湯の新釜みたいな。いや絶対こんな銭湯に置かれたらもう最高だもんな。いい豆を使ったコーヒー牛乳が飲めるよっていう感じですね。お店で飲めるカフェオレとかとはまた全然違うものなんですけど、うん、これはこれで非常に美味しいのでおすすめです。こちらとカードの、まあ、2点セットがと、まあ、おしゃれな箱に入ってこれが届くよっていうやつで、お店でもオンラインストアでも販売しようと思っております。で、まあ、1周年って、まあ、これ動画出てるの多分月曜日なんですけど、実際には正式には7月の23なんですよね、うん、ということで、まあ、金曜日になっておりますので、金曜日から販売するんですけど、オンラインストアでは金曜の12時から販売を開始します。こちら普段はね日曜の12時から数量限定でしかやってなくて、買える人も、まあ、限られてしまっているのかもしれないなと思うんですけど、今回は金曜の12時からなんと3日間金土日とオンラインストア開きっぱなしで、こちらの1周年記念、さらにはもう普段売っているその豆とか、コールドブリューとかね、ドリップバッグ、パウンドケーキ、ティラミスなどなどもいつでも買えるようにしちゃいたいと思います。いや、これすごいよ本当に。これはねすごいんですよね。なんかすごいっていうのはバックヤードの人が大変だね。そうマジでそうなんですよね。我々なんかその事務所の力が全く借りずにやってるんで、全部自分たちやってるんですよね。なのでオンラインストアも普段週に1回である程度数に限りがある状態でやるしかないんですけど、今回は頑張ってね、頑張ってもらって3日間ねいつでも買えるようにしちゃいたいと思います。まあ、ただそれでも物には限りがあるので、この1周年セットにしろその他のものにしろ数は限られております。ただいつもよりめちゃくちゃ用意したので、まあ自由に買えるようになっていると思います。実質ので、ぜひぜひオンラインストアに遊びに来てください。お店でも何個かは買えるように用意してありますので、お店に来る方もぜひご購入を検討くださいということですね。以上ですかね、この1周年セットについては、うん。いやー、1年経ちましたよ。早すぎ。早いですね。マジで早い。早いですね。どうですか1年やってみて、どうでした。いやマジで、うん、こう1年すごいじゃないですか、世界中が。そうですね。なのに、そうなんですよね、たくさんの人に来ていただいて、いてて、うん、本当にありがとうございますっていう。いや、そうなんですよね、本当にね。そうなんだよね、なんかコロナ真っ只中で始めて、でまだ今もコロナ禍真っ只中で、うん、にもかかわらずね、お客さんもちゃんとコロナ対策に協力してくれながら来ていただいて、本当に非常に助かっております。やっぱすごいなって思ったのが、芸者出過ぎ。あー、芸者というね、コーヒーの王様みたいな、うん、1杯1000円なんですよ。
1杯1000円のコーヒーで、僕いや飲まんくねみたいな話をしながら、いやでもまあ俺らの見たいし置いてみよっかって言って置いたら、意外とね、いやすごいっすよ。だってですよ、ね、だってこのお店って1時間30人の予約で10枠だから、うん、マックス300人じゃないですか。そうですね。芸者一番ですとき50杯出てるんですよ。すごすぎます。めっちゃびっくりしょ。え、嘘でしょ。そんなコーヒー屋はねないんですよね。ないんだよ、本当にすごい。なんかやっぱ R コーヒースタンドだからっていう意味で、その新しいものに挑戦してくれる人たちが結構いて、そういう人たちがね芸者を頼んでくれると思うんですよ。まあもちろんもともとコーヒー大好きで芸者を飲むっていう人もいると思うんですけど、ここで初めて芸者を飲むっていう人が結構ほとんどだと思うんじゃないですか、うん、だからねやっぱいいですよね。なんかそのコーヒーに貢献できてる感じというか、うん、いやー本当バリスタとしてすごいやっぱ嬉しいし、うん、一回世界2位のバリスタが来たんですよここに。おー、あ、なんか岡崎出身の方でいるんですよね。すごい超有名なバリスタがいて、うん、その人に「あ、芸者あるの?」って言われて「ありますよ」って「前は何々の農園扱ってて」って言ったら「うわーそこの農園の人喜ぶよ!」すごすぎる。どういうこと?ちょっとレベルが高いこと言ってるな。そこの農園の人喜ぶよ。農園まで行く人だから。行く人だから。すごすぎます。でもなんかね、そうやっていろんな、まあ、芸者も1種類だけじゃなくて、毎月割と変えてるじゃないですか。そうですね、いろんなありますもんね。そう、だから、こうやって月替わりで変えられてるのも、うん、いろんな人が楽しんでくれてるからだから、うん、やっぱなんかバリスタとしてはもう、やりがいしかない、うん、ウキウキのもう、やばいね、これは。まあまあ、そうだよね。と言いつつも、抹茶ラテ、ほうじ茶ラテ人気すぎん?いや、まあ、それも間違いないんですよね。いや、わかる。あれもね、美味しいんだけど、あれは個人的にはね、俺的にはてか俺もね、この1年を通してそのここでね、イベントない中でいろんな視聴者さんにも会えるし、その笑顔とか見てね、すごい元気もらったりしてるし、さらに気軽に美味しいコーヒーを飲めるようになったわけじゃないですか、うん、ここがあるおかげで。俺はもう仕事帰りにフラッと寄ってコーヒー一杯持って帰るみたいなことが本当ルーティン化してて、結構コーヒーを飲んできてめちゃめちゃコーヒー好きになったんですよ。で、まあ、それを踏まえて、いや抹茶ラテとほうじ茶出過ぎだなって思ってるから、要するに何が言いたいかというと、もっとコーヒー飲んでもらいたいなって思ってるんですよ。ぜひですよ、それは。だからなんかやっぱコーヒーって飲まず嫌いな人結構多いと思うんですよ、苦いイメージだけでね。それはもったいないよね。いやマジでもったいないっす。なんかもったいないんだよな。うまいんだよコーヒー。コーヒーうまいんだよな。今日とかめっちゃ晴れてるから、うん、もうこんな日は絶対にアイスコーヒー決まってんだろ。決まってんだよね。なるんだよな。いや抹茶ラテほうじ茶ラテなんたらソーダとか、まあその期間限定のやつとかあったりしますけど、それはここにいっぱい通ってコーヒー飽きたなっていうぐらいの人がたまに飲むぐらいになったら、個人的にはもっと嬉しいんですけど、もちろんまあ好きなの飲んでくればいいんですけど、まだコーヒー飲んだことないよっていう人にはコーヒー飲んでほしいなって気持ちがすごい強いので、2年目のね、今年の僕の目標としては、もっとコーヒーが飲めない人でもコーヒーが飲めるようになるようないろんな施策をね、していけたらいいなと思っております。そうですね。まあ、でも本当にやっぱスイーツとドリンクのセットが多いから、うん、例えば抹茶ラテと、うん、またワッフル、ティラミスとかと、うん、やっぱ甘い甘いだから、ね、どっちもスイーツやんけっていう、ね、そうなんですよね。ってなるから、うん、やっぱり R ブレンドの水出し方って、まあ、苦くないけど、うん、でもそれが苦いって感じる人でも、うん、甘いのと一緒に頼めば、うん、やっぱ交互に来るから、そうだね、やっぱりより相乗効果で、こっちもその総出で作って、そのね2つセットで飲むことで食べることでよりいいものってなるように考えてやってるんで、パウンドケーキ食べるのはやっぱコーヒーをね飲んでほしいなと思っております。まあ、抹茶ラテとほうじ茶ラテがうますぎるのは分かる。そうなんだよ、あれはうまい。ちゃんとこだわってんだもん、それは。そうなんですよね。俺だってこの間摘みに行ったもん、抹茶言ってたんでね。おいでよって言われて、いや、いいんすか。へぇ、1時間、2時間ぐらいずっとこうやってただおばあちゃんちと一緒に茶を摘むっていう。もう実際ここで使ってる抹茶の農園ですよね。そう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 、だから、うん、使ってるやつの中に俺らが摘んだやつが入ってるかもしれないっていう。あ、そういうことですよね。そう、そんだけね、こだわって作ってるんで、まあもちろんね、全部美味しいんですけど、さらにね、コーヒーをね、広めたいなとちょっと個人的には思っております。それがね、まあ、このコーヒー業界への恩返しにもなるし、まあ、バリスタとしてもね、やりがいがあるじゃないですか。いや、そうっすね。ラーメン屋のラーメンですからね、コーヒー屋のコーヒーって。そうですよ。抹茶ラテは多分チャーハンとかその辺ですもんね。そう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 、サチオのチャーハンめっちゃうまいのわかる。もう俺も大好き。でもあそこの行ったらラーメン食べるっしょ、皆さんもね。そうなんです。そういうことなんですよね。そういうことなんですよ。コーヒーなんですよ。だからね、コーヒーを広めたいですね。まあ1年やってきてまだまだって思えるところもね、身近なところもこのお店にはたくさんあるんですけど、まあそういうところも改善しつつ、どんどん新しいこともね、はい、やっていきたいね。やっていきたいよね。うん、うん、めっちゃ楽しいっすよ。よかった、コーヒー入れてて。しかもやっぱもういろんなとこ出張コーヒー行って、うん、めっちゃ聞かれるし、うん、すごい、どうなの、どんな感じなの。いや、それは気になるよね。
すごい異端だもんね、この空間が完全キャッシュレス、完全予約制で、で、まだなんか人が来すぎたらどうしようっていうのを心配しながらやってるお店なんてないない、そうなんです。頭おかしいもん。頭おかしいっすよ。やっぱ自分でも店やってるからこそここの凄さを感じるというか、うん、はい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 、マジでって普通にめっちゃなる。本当にありがたいっすね。で、まあこっからちょっと小声で言っとくんですけど、今完全予約制でやってるじゃないですか。まあ先ほどまでね、ずっとルイとギリギリまでね結構相談してて、まあ一つ決めたことがあって、1周年を機にテイクアウトの方に限って飲み物を予約制で買えるようにします。これめっちゃ今 1.5 倍速で小声で言いましたっていうのもやっぱね、予約をしてる人が優先です。予約をしてて、まあ、その人たちが全部飲み物行き渡って、ルイたちが手が空いてる時に予約なしで来た人には販売しますという形にするので、あんまり予約なしで来られるとほんとねパンパンになってて、歩道まで、ね、列ができたらちょっと迷惑になっちゃうんで、いや怖えけどどうするみたいな話をしながら、まあ一回やってみるかって言って、完全予約制ではなくします。ただデッキを使うためには絶対に予約が必要ですね。で、まあ持ち帰りにしてもやっぱ先に予約の方に渡したいので、まあ予約してください、絶対予約してくださいって思います。ただまあ岡崎のね、地元の人とかはね、本当にフラッと立ち寄りたい人きっといるじゃないですか、うん、そういう人に向けてのご提案かもしれないですね。そうですね、地元のおっさんとかね来てほしいしね。いや本当に、いやでもね、すごい常連さんもいるからやっぱり、はいはいはい、いいんすよね。なんかりょうくんとか多分、うん、いやこの人めっちゃいるやんっていう人が、ね、いる多分見たことあると思うけど、うん、全然俺のことも知らないような大人の方とかがいて、あどうもね、挨拶したりみたいなことも全然あるから、そういう人たちはね、その予約をせずにやっぱフラッと行ってフラッと買っていってほしいなとも思うんで、そういう人に向けて、まあ、予約なくてもどうぞっていう形にしようかなと思います。ただやっぱ予約優先なので、予約しないとなびますよっていう、熱中症になるからね、うん、マジで今日も暑い、めちゃくちゃ暑いよ今日マジで暑いから絶対予約した方がいい。予約しないならせめてそのアルコールスタンド完全予約制で1時間ごとに30人でやってたんですけど、まあ、大体その1時間の45分のあたりにはコーヒー渡せてるじゃないですか、うん、だからその1時間の後半の方に来たら、まあ予約なくてもそんなに並ばずにね受け取れたりすることも多いのかなとは思いますけど、そうですね、やっぱり予約してください。いやそれはもう予約した方が絶対にお互いのためにいいと思うんで、予約はしてほしいですね。まあ、あとはあれですね、3時4時くらいはめちゃくちゃ混むからね、そう、その時間はもうマジ絶対に予約した方がいいし、予約してなかったら他の時間にずらしていただいた方が、そうですね、こうお客さんがこういい感じに、下手したらだってその予約がね1時間でさばききれなかったら1時間待ち以上になっちゃうわけですね、可能性もねありますから。だから本当にピーク時はね絶対ふらっと来るのは並びすぎちゃうことになるんで、やめた方がいいと思います。すごいよな、本当ありがたいよな。いやもう来すぎちゃうからちょっとやめたいってって言わないといけないっていうこの状況、本当ですよ、普通のコーヒー屋に慣れてないですね、やっぱりおかしな話なんですよね。いや本当にありがたいですね。そんな感じですかね。あとこのブラボーリョーのボーサブルチャンネルで結構カフェの動画出してるじゃないですか、うん、個人的にはねそれもすごい楽しんで、またいろいろやっていきたいんだと思うんですけど、なんだろうな、またなんか企画もやりたいし、あの視聴者さんじゃないお客さんとねその触れ合うみたいな、実際に接客するとかデッキでお話聞くとか、そういうのもねすごい楽しかったんで、それもやりたいし、なんか、うん、キキコーヒーとか出たいいんじゃないやっぱりその先日夕闇が揃って撮影のついでにここ寄ってってくれて、ほんとバカなんじゃないのってぐらい飲んでったもんね、コーヒーをうめえって言いながら、ほんと山盛りのコーヒーを飲んで、でもずっと俺その辺でそう一緒に喋ってて、りょうくんさキキコーヒーやってよみたいなめっちゃ言われて、いやいいけどいいけど改めてやるってなるとちょっと怖えなみたいな話をして、いやそれは逃げちゃダメだよって声なげに言われて、まあ、やらないとなと思ってるんで、じきにやるか、うん、いや面白いと思いますよ。あとなんかラテアートやってみるとか、まあそうだね、ラテアートはねむずいよな、でもまあできたらかっけん、いやもう、まあ、それこそイタリア人みたいになっちゃうから、ね、本当にイタリア人みんなできるわけじゃないけどねでもキキコーヒーやるか、それはでもルイも一緒にね、うん、他のスタッフに準備してもらって2人でやるか、それ俺も外したらヤバいやつなんだよな。いやルイのやつってプレッシャーかかるよね、まあ、間違えるわけないと思ってるし、いやうん、まあ、思っててもカメラ回るとなんかね味覚変わったりするんだよね本当にそうなんだよ、カメラ回ると分からなくなるんだよね、んってカメラ1台なのになんか何万人も見えてくるような感じがそうしちゃうんだよ、向こう側にね数万人いるからね、まあでも面白そうだからやってみようか、うん、やってみましょう。そういうカメ企画もどんどんねなんかまた撮っていきたいなと思っております。まあ以上ですかね、はい、いや本当にアルコールスタンド
1周年ありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまですごく楽しくお店をできております。まだね、コロナ禍であんまり移動できないよっていう人もたくさんいると思うんですけど、そういった方たちもね、いつかこの収まるコロナの後に来ていただけたら嬉しいなと思っております。オンラインストアもあるのでね、そういう方はオンラインストアを覗いて、そちらでコーヒーを楽しんで待っていただけたら嬉しいなと思います。ということでね、今週の金曜日12時からオンラインストアを3日間開きっぱなしにしますので、ぜひぜひどんどんお越しください。1周年セットはね、本当1周年の限定なんで、で数も限りがあるので、ぜひお早めに。で、まあせっかくならなんか一緒に買えたらいいなと思って、他のものも用意してあるので、他のものも一緒に買っていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで、また次回のカフェでお会いしましょう。バイバイ。